こここれがミドルほら血声と裏声をしっかりグラデーションできるようになってあなた自身の素晴らしいミドルボイスを手に入れてみてくださいこの練習方法でこの動画見終わった後すぐにやってみてくださいこれをちゃんと完全にマスターすることによって声域がエスカレーター式に上り そして粉雪も余裕で歌えるようになって粉雪だけじゃありませんいろんな曲が歌えるようになりますそして声量もスタミナも格段にレベルアップできますこれね、あのー、もう思い出した時にぜひやってみてください必ず効果が出ますんでねでコツが必ず滑らかにグラデーションするってことこういうのダメですよ「あーあああみたいな感じでなんか途中で切り完全にへたれてしまったり。 あと裏返ってしまったりするんじゃなくて、しっかりグラデーションです。ああこんな感じね、やってみてください。さあ、いかがでしょうか。こういう風うにしっかり自分のミドルボイスをつかむと、あなたの歌の可能性っていうのはどんどん広がっていきます。 この他にもいろんなミドルボイスの使い方やさらにそこからミックスボイスにやるやり方などいろんな、えー、トレーニング方法があります。で、僕は実は、えー、無料のメール講座を持っていましてそこにご登録いただくとそういうミドルボイスのさらに深いあの詳細なトレーニング方法やここからもっと地声っぽくするにはどうすればいいかとかより優しくするにはどうすればいいかとかそういうところまで深く学べるメール講座になっています。 もしよかったら、えー、リンク先がこのページにもありますのでぜひご登録してぜひトレーニングしてみてくださいさて、えー、次回の予告です次回はさらに、えー、お問い合わせがあったその大きい声の出し方についてもちょっと触れていきたいと思います正しく鍛えれば誰でもいつからでも思い通りに歌えるようになれますほんといつからでも大丈夫です ぜひこれからもトレーニングを続けていてください。またお会いしましょう。レッツトレーニングバイバイ